盛り上がりましてね、たけしも俺は新しい映画を考えたんだ、どういう映画ですかって、ちょっとお前タバコ今吸ってんなって、タバコ吸ったこう煙がこうやった、そうだこの煙を見ろって、ちょっと見た煙こう浮いていて、こう消えてる、こういう映画なんだってこの人まだやってんのかなって、本当に今日はですね、まあ、新入生ということ、答えを見ながら、そうですね、新入生一人一人言ってみようかと思いますが、まずはスミ君の答えを、はい、見てみたいと思います。焼酎、かきそうですね、いかにも焼酎ね。スミ君、新入生とはちょっと思えないような、現役時代ジャイアンツのもうピッチャーでこんななって投げてましたよね初めて見た時放送禁止かと思ってしまったさあ、それから小野君、小野君の答え、青森、ね、ああ。この国いや岩槻の方にありましてね、とんでもない田舎にいや、とても芸能人とは思えないところに住んでますからね岩槻ですから、すごいですよ。それでは、はい、中丸君の答え見てみましょう。中村君の答え、美酒なんかインチキ週刊誌みたいな美酒だった、ちょっと一番違いですけどね、美酒ってきましたですか、正解を見ましょう、はい、これが正解、あー、そっか、そうでしたね、私はドブロクと読んでしまいましたけどね、これ読めないですよこれはい、それでは正解者、正解者、すごい長井君の圧巻です何を思い浮かばなかったんですか、圧巻、前田君のテキーラって言われて、でもテキーラの方が近いかもしれませんよね、どっちかと思うかに近いな、というわけで見事な答えが出てしまいました、はい、それでは全員起立レイ、よろしくお願いいたします。今日は中学、東洋英和女学院中学校の入試問題、東洋英和女学院中学校、うちの娘は東洋英和 あれですね、面接行って、立ち入り禁止のとこでかみさんと二人でブランコ乗ってましてですねそのまま帰ってくれてヒューになったことありますけど、思い出の東洋英和というわけですね、あくで火つけてやろうかと思いますさっそく参りましょう、はい、下の文章の結構と同じ使い方をしている文章を選びなさい。これが結構売れるらしい。 A 大変結構なお話でした。 B 楽しかったが結構疲れた。 C A 社の新製品は結構な売れ行きだ。 D 美味しいのですがもう結構です。なるほど、書いてください。10秒以内に書かないと ABC でどういうのもダメです。それでは、それではですね、正解者、正解者、はい、よく出ました、よく出ました、正解見てみましょう、はい、これが正解、正解 B、 この結構と、この B の結構はどうにかとかですね、かなりという意味がありましてですね、はい、それに一番当たっているのは、そうですね、B ということですね、うん、はい、さあ、それでは2問目、国連の旗を選びなさい。あら、どっちかしら、ここまで正解者、正解者、小野君だけ B 書いてしまいましたね、 B か C だと思ったんですけど、はい、外れちゃいました。 B か C だと思わないようにしたら初めから C だと思いました。はい、そうですよね。さあ正解、これが正解、C ですね。これなんか敏感コンチネンタルのエンブレムみたいですよ ね、あ、 A はユニセフ、 A はユニセフ、それから EC ですね、それからブラジル国旗と、はい、いよいよ最後の問題、月食の形としてありえないものを全て選びなさい。これ全てですから、全て、ああ、分かんない、そこまで、はい、それでは正解者、外れ、全部外れてしまいましたですね、はい、じゃあ正解見ましょう、これが正解、 A と D、 これは A は月のあれが、あ、月に地球のあれが影がかぶるわけですからね、あ、直線じゃない、あ、だから D っていうのは月よりも地球の方が大きいですから、はい、ここえぐり込むことはないということですね、だんだんもっと大きくかけるということですね、はい、というわけで A と D が正解、はい、終わってしまいました。それでは成績見ましょう、はい、成績、うん、あら、
いいですね、中村君、下田君、小野君に差し上げましょう。いいですか、ね、私からは3名様に。おめでとう、おめでとう、おめでとう。1時間目、国語。国語、はい、うん、国語まずは例題から。次の文に隠れている動物をすべて答えなさい。呼べば来るかなどとよくまあ想像するね。はい、この文章の中に隠れている動物、分かった方は手を挙げて。あ、中村くん。はい、ゾウ。ゾウ、うん、ゾウ、はい、いますね、ゾウ。いますね、想像のゾウ。あ、はい、はい、あ、じゃあ島田君。バク、はい、バク、あ、バク、あ、バクね、呼べば来るかのバク。大和田バク、はい、はい、はい、ヤギオくん。はい、クマ。クマ、あ、クマ、大体です、ハクちゃん、よくできました、よくできました。これは自分だけ何を知ってるんだろう。あの真ん中の、はい、真ん中の上のトドっていうのは、いいや、分かった。あ、これはドトですよね。ドト、あ、逆はダメですか。逆は、逆も考えてきた。逆はダメです。はい、天は、天、天、天、あ、天、これダメです。あ、うまい。これを天と、これ天と呼ばないから。と天なんて呼ばないですよね。あとはですね、これを一文字取ってかという人もいるんですけど、そういう一文字はダメとします。それからさっきみたいにトドみたいなこう答えが逆になっているもの、それから一つ飛ばしているようなもの、例えばゾウのウとこのクマのクを取ってウ、あ、クマのマを取ってクマとか馬とか。ゾマっていうのがゾマ。どんな動物だろう。ゾマ。ダメ。怖そうな動物でゾマ。あの、今日は先生にこちらに座っていただきます。そして皆様にはこれから回答用紙をお配りいたしますので、その回答用紙に答えを書いてください。で、できた段階で先生のところに持ってきます。先生が答え合わせをして正解だった方は回答用紙をここに置いて席に戻ってポイントを売ることができます。先着6名様までですので、ここにですね、早くできたもの順に並んでいただきます。できれば OK ですけども、できなければもう1回新しいのに書いて持ってきてもらいます。じゃあ頑張りましょう。さあ、それでは問題いきますよ、はい、問題。次の文に隠れている動物を全て答えなさい。鬼人だと言われて以来、女の子と楽に話せるので、これは夢かと時々詰めるほど。おっと、早い。田代君、一つ足りません。田代君、違う。席に戻りなさい。これ、はい、これだけ持ってくるんだ。足りません。足りません。足りません。あ、これ置いてかなきゃいけないんだ。じゃあ新しいの。言っときますけどね。え、5個。5個。え、5個。言っときますが、5匹です。あった、あった。行きましょう。あ、あ、ラサイル君。はい、ラサイル君、正解。お見事。よくできました。はい、もう一人出てしまいました。あ、小野君。小野君、早い。わかった。違う。小野君、違う。さっき書いたやつダメ。ダメ。なんだか分かんない。さっき書いたの。これハマると分かんないですね。ハマっちゃうと。はい。中井君。よくできました。はい。残り4名。知ってる動物勝手に書いてきちゃいけませんよ。当たるかもしれません。知ってる動物。はい。ああ、ヤギ君。ヤギ君、そっちから回ってないと。読み方変えていけないんだよ。いや、そっちからやるぞ。書いていく。大騒ぎだね。はい、やりゆくの正解。はい、大塚くん。はい、大塚くん正解。大塚くん。はい、で、見てください。残り2名。もう来た。前田くん。あ、わかった。はい、前田くん正解。はい、田代君正解。終わりです。終わりです。
見るだけ見てやってください。なんだこれ正解、惜しい、惜しいですね。木戸君残念、これも書いたい。なんか城南電気で米買えなかった。かわいそう、かわいそうだったですね。かわいそう。さあそれでは正解見ましょう。それでは正解です。鬼人だと言われての中に鬼人、以来女の子の中にライオン、と楽に話せるのでの中に虎、これは夢かとの中にはなくて、時々詰めるほどの中に時と狐、はい、以上5種類の動物が隠れていたのです。はい、というわけでございましてね、この5種類。じゃあ次の問題いきましょうか。はい、じゃあ同じですからね。けどここに中鉛筆が入ってしまった。すいません、最初に中丸君はもう亀戸の運転免許証にホステスさんが来ちゃったみたいな大変なことになってしまいました。はい、問題。次の文に隠れている動物を全て答えなさい。早い。この際だから言ってしまう。まあしかし彼の生い立ちは言えないけれど。何匹いるんですか。はい、何匹。わかりません。案外中、終わり。おお、よく早い。この文来ました。足りない。足りないんだろうな。席に戻りなさい。この中には動物が6匹隠れているんだけど、わかるかな。さてスタジオは石井君とね、石井君と田代君正解いますよね。うんうん、最後の1匹がなかなか見つからないんだよな。まだ国語。はい、木戸君正解。あと3問。はい、下田君正解。下田君上がりに負けました。はい、ヤギウ君正解。ヤギウ君負けました。足りない。中井君ギャン。はい、あ、なんだろう、ね、足りません。ごめんなさい。踊りなさい。残り1名。あれさっきも分かったはい、ダンカン君正解。ダンカン君、よくできました、よくできました。終了です。あ、はい、さあ正解見ましょう。それでは正解です。この際だからの中に際、言ってしまう、まあしかし彼のの中にシマウマ、アシカ、シカがいて、生い立ちは言えないけれどの中にイタチとハイエナ、以上6種類の動物が隠れていたのです。そうなんですよ。続いてもここでもう一問例題が。次の文の中に隠されているメッセージを読み取りなさい。大嫌いです、本当の本気、会うのも嫌でたまらんのです。この中にあるメッセージが隠されています。それは何でしょう。分かったら手を挙げてください。はい、ラサル君。好きです。好きです。正解者に勝って、よくできました、よくできました。好きです。好きですの上でフェアンデーってのはダメです。あ、いいな、フェアンデー、フェアンデーというわけですね。はい、言ったような問題が出ましてですね、それの答えを出してもらうということですね。はい、問題。次の暗号文の問題に答えなさい。これ問題ですから、その答えを書くってことですね。ああ、なるほど。え、これが問題、これ暗号文ですけど、これが問題になってますから、これを読んで答えを書くでしょ。もう動物探さなくていいんですよね。ドキッとしますね。いや、ドキッとしますね。木戸君鋭い。この暗号文はある動物を選びなさいという問題なんだ。ほら、ここが選びなさいでしょ。考え中、考え中、
でも問題が分かっても答えが分かんない場合そうなんですよ。問題も分かんない。ちょっとあれですからね。この暗号文を読んでいるとぐる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 目が回っちゃうよ。まだ国語。あ、早くも皆さんできました。はい、それではですね、全員の答え。トカゲ、ラクダ、エビ、ラバって小野君何前の問題やってます。前の問題やってますけどね。これじゃあまあその問題を見ましょう。みんな分かったかな。この暗号はこう読みます。次の中からはちゆうるいを選びなさい。カモノハシトカゲカエルカバラクラ。このように暗号文を渦巻き状に読んでいくのです。というわけで問題は爬虫類を選ぶのですから、トカゲが正解です。カエルは虫類。というわけでですね、カエルって両生類。カエルは両生類ですかね。それではですね、正解者。中井くん問題で、ああなんだそうだったのかって当たってましたけどね。いや、渦巻きになってるとは思わなかったんですよ。だから小野くんももうちょっとよあのできなきゃトカゲで済んでたんですよ。当たってたんで、よく読んじゃったんで、いろんなもの出しちゃったんです。はい、というわけで、ここ終わりました。成績。お、ラサール君優秀。じゃあ、ラサール君だな。はい。お見事。算数。これ先生、これですね。そうです。10人の小僧を A には1人、はい、A ってこっちですね、うん、B には2人ずつ置いていく。どちらに何回置いても自由だが、置くときに必ずはいという。だから A に置くのはこれ必ず1つね、はい、で B の方に置くのは2つで、はい、こう適当に何回こう置いてはいって言ってはいはいはいってこう置いていくわけですね、はいはい、うん、これで全部置いちゃおうと。それでですね、私はそのはいという声を聞いてですね、両方いくつずつ置いたか分かってしまう。ほう、あ、いつの間にそんな衣装を、なんか痛々しいですけど、ね、じゃあ先生は目隠しをしていただくんで、見てたらね見えるんじゃない。さあよろしいですか。それでは竹下大魔術お願いします。どうぞ。決まりました。ちょっと待ってくれ。どうしたんですか。ダメですよ。いや、全然見ちゃダメですからね、見ちゃ。ちょっと待ってくれ。あ、見てるじゃないですか。それはダメですよ。あのね、やってる時皆さん声出さないように。もう一回お願いします。もう一回、はい、はい。大きな声で。それでは竹下先生ね、参りましょう。ではお願いします。どうぞ。終わりました。 B が6個 A が4個。おお、いやいやいや、よくできました、よくできました。驚いてしまいました。さあ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 、これを踏まえて100人の勉強小僧を例題と同じく A には1人ずつ、 B には2人ずつ置いていったら、小僧を全部置き終わるまでに「はい」の声が64回聞こえました。うん、勉強小僧は A に何人、 B に何人いるか答えなさい。はいは64回。これお助けカードありますかね。お助けカード持ってる方この時間は使えますよ。はい、あ、島田君、島田君にお助けカード。はい、終わり。お助けヒント。お助けヒント。はいが100回聞こえたら A に100人いるんだよ。でね、残りの98人だよ。全体の100からハイの数を引いてごらん。10円玉10枚集めてやってみよう。まだ算数。中丸君
顔が険しくなってます。すごい顔して睨んでますけど、どういうでしょうか。中村君、これ引き算間違ってますね。逆ですね。私もそう思ったんです。終わり、終わり、はい。終わりました。それではですね、全員の答え。34と66が多いですね。36、64。中村君いいですね。28、72。光ってます。それではですね、これをちょっとやってみましょう。これ A にですね、すべて1個ずつ置いてはいって言うと10回だわけですね。全部置いちゃったら10回はいって言われるわけですね。ところが9回までやっといて B に1回置くとはいって言うと9回ですよね、うん、例えば B に2回置くとはいが8回、3回置くと7回と、はいは7回っていうことは B に10回言うべきところを7回言ってるわけだ。3回引いた3回が B に置いた数、それの2倍が実際の数ということでしょ、うん、それを踏まえますとですね、この問題、お役さんがボケたかった。すごい難しかったですよ。そういうわけで連続無駄、100人にはいが64回ですから、この100から64を引いた36回っていうのが B に置いた回数ね、これの2倍がですね、実際の数になるんです、うん、そうすると A に 28B に 70、これの倍が72、100から引いて28、こうなる。よろしいでしょうか。中村君どうしたんですか。ここも2人すごいですよ。と言いながら間違ったことのように、これをもらったのがいいんです。先にもらっとくべきですね。同窓会じゃないですか。というわけでございまして、正解者、正解者、よくできました、よくできました。もう今回はもう全員差し上げましょう。あ、4人全員にいただけるんですか。竹そうですか。それでは竹下落とし、大塚くんと中村くんと木戸くんとそして中井くんに差し上げたいと思います。何時間目、社会。社会はまず VTR の本番は僕の職人芸本番。まず最初は江戸末期から伝わる江戸切子。江戸切子とは色付きガラスの表面に独特の文様を彫り込んだものです。この江戸時代からの職人芸を現在に伝えているのが江戸切子作家の島田勇さん。切子職人の技とは何の期待もなくいきなりガラスをカットしちゃうところ。頭に浮かんだイメージをそのまま細かく彫り上げるとただのガラスの器が命のこもった江戸切子に変身しちゃうんだ。綺麗だね。次に箱作りの技をご紹介します。と言ってもこれは豆だこ。ほら一円玉が大きく見えるよね。このお見事な技を持っているのは東京墨田区の菅野雄二さん。菅野さんの手にかかれば竹はあっという間に細くなっちゃうんだ。ごく普通の針の穴にこんなに何本も入れられちゃうんだよ。この細い竹ひごで作られた豆だこは手書きの図柄を入れられ、しかもちゃんと空を舞い泳ぎます。決して飾るだけではないんだね。さて最後の職人芸は砂時計。日本で見られる砂時計はそのほとんどが枯れ子さんの工場で作られている手作りのものなんだって。知ってました。金子さんの息がかかればガラスのパイプは素直に上下同じ大きさになります。注目したいのはこのくびれた部分。ここは一定量の砂をスムーズに通す大事なところ。金子さんはこのファングステンの棒をスッと通して穴の大きさを決めるんだけど、そのタイミングはほんの一瞬。ガラスが熱くてもいけないし冷めててもいけない難しい技なんだ。まるでガラスの呼吸を読むようなこの技は機械ではまだ無理。こうした職人の技で作られたものは人に優しくできているんだね。砂時計なんかも今サウナで使ってるのはほとんどここの砂時計だね。出てきてますけれども、よくサウナで変な親父怒られますね。入ってて、砂時計ってバカ野郎この野郎、俺測ったやつこの野郎、ああもう分かんなくなっちゃったなって無理じゃねえかそんなことね。これ順番に言うと江戸切子ね、一番最初にご紹介しました。あんなにやっぱり手間がかかってるんです ね、まあ、高いのもうなずけますよね、うん、これだけ手がかかっているということで、これも見事な砂時計。どうするんでしょうこのでかいの。
きいですよね。これ枕になっちゃいますね、しかし。でも砂時計って私絶対に誤差が生じないように機械で型をはめてね、ボンボンって取ってるんだと思ったんですよ。あんなにこう技術じゃなきゃできないんですよ、これね。そして豆だこ、これタコはできない。いくらちっちゃくても飛ばせるのがタコですから、飛ぶんですよね、うん、これ北野武史という名前も入ってるのもあります。これですね、これ名前が入ってます。話せっていうのに話さないで、ただ根っこだけ持ってきてバカな言葉がずっと持ってたからね。親父がボンボンと走ってて一緒に走る場合もありますよね。行くまで走ってた、これ止まれずとね、持ったまま止まっちゃってね、はい、これね、じゃあ行きましょうか。話してください。はい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 、ああ綺麗綺麗、近所のバカじゃないんで。というわけで見事な、ね、こういうのね、見事ですね。名を挙げるとかね、名を挙げる、そういう風に縁起がいいという風に。こんなちっちゃいのも飛ぶんでしょうね、これ実際上げたら、ね、ね、ここに書くだけだってもう信じられない作業ですよね。すごいですよね、大した技術でございます、はい、今日はこの職人さんたちのですね、問題でございます、はい、で今回の問題はね、優しい問題ですから、野球君とか中村君にとってはそっと書いてますね。大きな包丁と大きな待ち針、そしてカギ、この3つの道具を使う職業を答えなさい。さあ、ここに出てまいりました。この3つを使う職業、これがすごいですよ。ほらどうでしょう、ほら漫画の包丁みたいですけどね。あ、やめて、やめて、あ、そう、違いました。3つとも同じ職人さんが使って何かを作ってる。あれですよね。我々世代ぐらいはみんな使う。終わり。さあ、出ました。前田君何か書いたんでしょうか。前田君の答え。いや、私、仕事人でこれはかっこいいですね。これはかっこいいですね。さあ、小野君。小野君の答え。はかり。はかりってこう天秤ばかり、天秤ばかり、はいはい、その名前が分かんなかったんですけど、天秤ばかりを作る人かなと思ったんですが、これでいやいや、もうはい、これはちょっとですね、下田君、下田君の答え、畳職人、畳職人、正解者に勝ててよくできました、よくできました。はい、じゃあね、VTR 見ましょう。それでは正解です。包丁でザクザクと何か切っています。もう分かりますね、畳を作っているのです。まず包丁で畳の厚い床を寸法に合わせて切り、いぐさでできた畳表を敷きます。次にこの大きな待ち針を刺して、畳表がずれないようにしっかりと留めます。畳の上に上がり、足で踏みつけしならせています。これは畳を平らにした時、畳表が両側から引っ張られシワができないようにする作業。このあとはみ出した畳表をまっすぐに切り落とし、針と糸でへりを縫い付けていきます。この作業は現在ほとんど機械で行われますが、畳の厚さを微妙に調整する仕上げはやはり手作業。へりを縫い終わるとこの鍵で仕上げにかかります。鍵の先に糸を引っ掛け、形が崩れないようにしっかりと締めていきます。これで新しい畳が出来上がります。ということで正解は畳屋さんでした。こういうのはね、本格的なのは高いですね。独特の匂いがするんですよね、うん、畳って。はい、それでは正解者、はい、正解者に勝ててよくできました、よくできました。いいのもね、この道具を使う職業を答えなさい。これです。何でしょう、これは。あ、これは中村君の印象ですね。考え中。考え中。竹馬やったら何ですか。職業ですか。立ててね、立てて作れるかなと。ラサール、ラサール君の答え。いや
リビアンやったやつ。懐かしいな。これこういうのの。そこそういうのにこうやってこう。リビアンってね。みんなケツから出してくる。あれ流行りましたよ。流行りました。だってこんな大げさなもの使ってた。リビアンや。ダンカン君。ダンカン君の答え。佐藤とか言うやつでこんなのこれでかき混ぜるの大変だろ。これじゃ流派がいろいろあるのか。中村君の答え聞きましょう。中村君の答え、旅屋さん。正解です。さっき座ってらしたのは旅屋さんだったんですか。座敷わらしありません。こうやりまして、あ、先生も習うんですね。右側の方しかね。これどうしましょう。これはね、旅をひっくり返す道具なんです。ひっくり返す、ひっくり返す。旅屋の中表で、これ裏ですから。作るときはこうやって作るんですか。はい、こうやって作るんです。これを元に、あの、普通に履ける状態にしなきゃいけない。そう、あの、硬いですから、この底が、ここをこうやって柔らかく。それで、こちらの左の手で中入れて、この中へちょっと入れていただいて、またここ柔らかくしまして。ここはもうポイントなんで。そうなんです。それでこの硬い方へ指を、ね、そこの方に行って入れると、キュッとここでひっくり返る。なかなかこれ。これはあの指の太い人は取れなくなっちゃうんで。こうやってキュッと引っ張ります。中へね、左で中に今ひっくり返したこちらの方をスッと引っ張って。そしてここをまたここ硬いですから、これでこうやって。え、これに使って、それで出しましたら、でこのまたですね、向けて、そうそう、指のまた痛いんで、ここのまたをね、こうやってやって切るんです。こういうふうに、そしてこうしまして、これで一応ひっくり返りました。これでできた。よくできました、よくできました。これはもう100年ぐらい経ってたんですよ。100年ぐらい、こちらは。これはまだ新しいですけど。これ100年、ええ、ぐらい経って、相当指入れられちゃいましたよ、ほら。もうだいぶ修理。というわけでございましてですね、どうもありがとうございました。セミダケの菊屋さん、ね、はい、それでは正解者、はい、正解者。君はあのこれなんで、あ、自分で履くから、まあ、私あの、うん、京都でやっぱり一回旅屋さんで、子供の頃にこうやって履ったわ、今みたいな思い出しました。そうか、京都はね。はい、社会終わりました。それでは成績。はい、成績。おー、素晴らしい。本当の正解。田代君と中村君に差し上げましょう。ありがとうございます。見るか見るか。4時間目 IQ テスト。あ、またお待ちどうさまでした。 IQ テスト、みんな嫌な顔しておりますけどね。落ち込むんだよこれ、パネルが出てきました。一応ダービー形式になってますから。ほんとこういうのやめてほしいですよね。ほんとほんと。7問でゴールですから、はい、で問題はかなりありますからね。はい、はい、それでは問題です。この立体は何面体か答えなさい。はい、2秒。はい、終わり。はい、正解者。正解者に。はい、それでは正解見ましょう。はい、10面、12面体なんだけど、1面隠れてますからね。あ、そうですね。くっついてるから。はい。ということです。さあ、次の問題。アジア、仙台、東京、三重ときたら、これに続くのは次の言葉のうちどれでしょう。はい、2秒。それでは正解者。正解者に。よくできました。よくできました。なんで、なんで、なんで。記号で書いたかよ。記号で書かないといけない。あ、記号のものもある。なるほど。はい、失礼いたします。正解。アジア、仙台、アイウエオ、マカオ。一番後ろに来る文字がアイウエオだった。さあ、次の問題。次の4つのうち、他の3つと最も違うものはどれか選びなさい。さあ、正解者。正解者。
正解は、はい、面積は4等分ですね。これあれは D が4等分になってないという。はい、はい、ちょっとですね、どうでしょうか。3問、中原君、ダンカン君、木戸君とトップを走ってますけども、下田君まだスタートしませんか。大丈夫ですか。まだ落馬でしょうか。これから追い込むんですね。はい、問題。四角形を作るにはどれとどれを組み合わせればよいか選びなさい。終わり。はい、正解者。正解者、よくできました、よくできました。それでは正解見ましょう。下田君、いよいよスタートしましたですね。いよいよ。はい、次の問題。次の5つのうち他の4つと最も違うものはどれか選びなさい。これにも分かんないんだよな。2秒。分かんない。終わり。あ、しまった。分かんない。はい、正解。それでは正解者。正解者。よくできました。よくできました。それでは正解しましょう。穴開いてるもんね。ジョーは。ああ。上下。そういう理由なんだ。はい。はい、それではですね。出ました。ダンカン君トップ。ああ、本当だ。ロンロンマン。今ダンカンって書いてある馬がですね、こけそうです。できですって感じじゃないですか。できです。これいかにも追い込まれそうな感じですね。はい。それでは参りましょう。問題。次の5つのうち仲間外れになるものを1つ選びなさい。分かんなかったな。分かんないな。分かんなかった。はい、それでは正解者。正解者。よくできました。よくできました。これはちょっと意味が分かんなかったけどね。全然分かんない。ペアになるんだよね。あ、はい、正解は。あ、そういうことか。同じ形を逆にしたの。なんかこれ意味がよく分かんなかったんだ。はい、次の問題。上の2つのような変化をするとき、この図形は下のどれに変化するか答えなさい。終わり。はい、正解者。はい、正解。何が三角形。そうか。そっかそっかそっか。中央の丸の中に、入って、そうだね。それで逆になんだね、色がね。あ、中の形が問題だったんですね。はい、次の問題。試合、子犬、終点、燃えるときたら、これに続くのは次のうちどれでしょう。はい、正解者。正解者、よくできました、よくできました。これはよくある、またあいうえおですね、これ。はい、正解。二つ目だ。なんでしょうか、この問題は一体。はい、じゃあグラフ見ましょう。問題です。おっと、みんな止まってますね、これ。いよいよ団子状態になってまいりました。はい、さあ、次の問題。来い。下の図は、ある規則に従って並んでいます。クエスチョンマークのところには何が入るか選びなさい。終わり。違うかな。頭痛くなってまいりましたですね。正解者。分かんなくなってきた。正解者。最近なんでなんだろうって言ってますけどもね。もうだって確率でかけてるだけですから、ね。はいはい、正解者。うなるだけだね。ああ、そっかそっか、うん。はい、またグラフは。おっと、ゴール前に3人並んだ。前田君はリーチ。リーチ。中村君リーチ。木戸君リーチ。上がった時ビンゴつっちゃいけませんよ。さあ、この問題で切ってくるんじゃ。その前に CM だよ。まだ IQ テスト。さあ。
問題です。次の5つのうち他の4つと最も違うものはどれか選びなさい。終わり。はい、終わり。正解者。さあ、それではですね、正解ね、体積の単位で片っぽは長さですね。はい、それではですね、グラフ見ましょう。おっと、前田君、ラサール君、木戸君と3名ゴールしました。ゴールで、これの3人ですね。この3人に竹賞として差し上げましょう。はい、じゃあ前田君、ラサール君、木戸君、3人前回の宿題を見てみましょう。マッチ棒でできた図のような三角形があります。マッチ棒を2本だけ動かして面積が3分の2になるようにしなさい。平成教育委員会の前回の宿題でした。この宿題の答えとそれから今回の宿題は番組の最後にお伝えします。はい、さあ、それでは総合成績見ましょうか。成績発表、うん、おお、ラサール君、田代君、すごいですね。頑張りました。久々な、まあ、ラサール君は一人ばっかり上げてましたからね。今ずっとばっかりでしたから、ね、たまにはラサール君ですね。ありがとうございます。じゃ今日の優勝生ラサール君さん。ラサール君は安定した成績ですからね。ねえ、本当に素晴らしい。田代君も本当にいいんですよね。すいません。はい、さあ、というわけで今回は随分皆さん成績良かったですね。そうですね、小野さん除いて小野さん、あの出だしの一発だけだったんですけどね。あ、でも惜しかったですよ。結構有名中学は受かるってことですか。そうです。中村君頑張りましたね。旅が来ました。旅何か、あの算数のお助けカードが良かったですね。あれいただかないとダメだ。あれに尽くせりだった。どんなお助けだったんですか、あれは。お助けカードですか。ね、100からね64を引いてね、それに2かけたのがね B のあのカードだったらね、そのまましたらね引き算間違えてしまった。それでまた私が直したんですけど、もう至れり尽くせりやったんですけど、旅が来ましたね。あとスミ君も同じかった。スミ君も